お疲れ。これは投稿者の男性が富士の樹海を探検した際、その奥地で見つけた無人のテント内に落ちていたビデオテープの映像であるという。カップルとおぼしき男女が車内で撮影している映像なのだが、そこには衝撃の事象が記録されていた。いやでもなんか元取ろうっていう気になっちゃう。あーなるほど、うん、ケーキやっぱショートケーキかな。あ一番いいの、一番おいしい。全然ついてくついてく。それは俺が交渉して。ほんとちょっとでも安く半額ぐらいにしたり。ほんと半額言いすぎた。半額、目指して半額、ね、言い過ぎたけど。まあでもね、3割引きぐらい軽いでしょ。あ、本当？分かりいただけたことと思う。車を運転する男性を映しているとき、突然ものすごい衝撃音とともに画面が乱れる。再びカメラが安定したとき、その割れたレンズ越しにカメラの方を覗き込む不気味な男性とおぼしき顔が現れるのだが、おそらく交通事故の瞬間を映したものであろう。この映像、ここに映る男女が何者なのか、そして彼らは無事なのか、何一つ分かっていない。半額ぐらいにしたり。半額言い過ぎた。え、半額、目指して半額、ね、言い過ぎたけど。まあでもね、3割引きぐらい軽いでしょ。あ、本当？都内にはいくつかのゴミとこの映像が収められたビデオテープのみが転がっていたのだという。ゴミの中には一枚のチラシがあり、その裏を見たところ、いびつな文字で「死んでください」と書かれていたというのだが、まさかここに映る不気味な男性の顔がこの事故の原因であるとでも言うのだろう。